はい、大楽の窓です。今回の話題、ウクライナに渡った義勇兵、問題外の言動。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。ロシアがウクライナに侵攻してから世界各国、日本人も含め様々な人たちが義勇兵として渡った、こういうことが伝えられておりますけれども、中にはこんな人もいるようです。ウクライナの犠牲者を軍人として黙って見ていられなかった現役の韓国海兵部隊所属の兵士、休暇中に無断で出国、軍務離脱に当たるというね、このように今見られているそうでありますけれども、3月22日ポーランドからウクライナに入国しようとしたということであります。ところがですね、国境検問所で入国拒否にあって、それからポーランド側国境検問所で取り調べの後、韓国政府へ引き渡し予定だというね、こういうニュースが3月22日でしたよね、伝えられておりましたけれども、これは中央日報の日本語版、こちらで私も今見ておりますけれども、ご覧になられた方もね、多くいらっしゃるのではないかと思います。これに日本のネット上では、せっかく志を持ってウクライナのためにと向かったのに入国拒否された上、身柄を拘束して強制送還、これはひどいじゃないかと、こんなコメントまでね、私は実は見ました。ただこのニュース、普通に考えたらどう見ても違和感、危なっかしさ、こういうものしか私は感じられなかったんですけれども、そもそも国を守るべき人間が休暇中にこれ無断で出国という話自体、軍人としてはありえないのではないかと思います。ウクライナの人たちが気の毒だと思ったのはわかるとしましても、南北で休戦中の状況からいつまた有事となるかもわからない、そんな立場に置かれている軍人さんですよね。一般民間人と違って軍人の軍務離脱ということになると、単なる義勇兵志願以上に重い罪を問われる、こういうこともあるのではないでしょうか。何より現役の兵士がもしも本当にウクライナ軍に参加したとなるならば、ロシアだってそれを理由にね、報復と称してどんな行動に出るかもわかりませんよね、これ。ただいずれにせよ、この話、先ほど違和感があると私も言いましたけれども、それでもこのまま素直に当局者の指示に従って、そしておとなしく帰国する、こういうことをしていれば、見る人によってはそれなりの美談で、場合によってはね、終わったということもあったかもしれません。まあ頑張ったけどダメだったということになるわけですからね。ところが翌23日にはこの軍務離脱さんについてこんな新たな報道がありました。現役海兵隊兵士が韓国政府当局者との接触を拒否、座り込み、通話はしたがここに残りたいと、こんなことをね、言っていたそうです。ポーランド国境検問所内で寝泊まりしながら、この時にはですね、ポーランド側から食事などの提供も受けているということであります。韓国とポーランド当局は強制帰国を検討中、まあこれ当たり前の話でありますけれども、本人の家族などにも連絡をし直接呼びかける試み、帰国後は軍務離脱と無断出国で軍法で対処されると、こういうね話になっているそうであります。家族からの呼びかけで説得って、まるで昭和の刑事ドラマを見ているようですよね。その立てこもり犯みたいでありますけれども、本当にこれ迷惑な人だと思います。自分は手こでも動かないという感じなんでしょうかね。よその国から宿泊場所まで提供されて陣取ってですね、そして食事までもらって食べている、こういう状況であります。それポーランドの人たちが一生懸命働いて納めた税金ですよね。ポーランドという国、今食品などは 5% あるいは 8% というね税金もあるようですけれども、一般的には
付加価値税、これは 23% でとっても高い、そんなお国柄であります。そういった人たちの間から出た税金で、今ね、この人は寝泊まりさせてもらって、食事までね、食べているという、こういう状況ですからね、もうここまで来ると、ウクライナのために、意を決してなんていう言葉はね、霞んでしまいます。単なる脱走兵とこれ、変わりませんよね。亡命者と変わらないといった感じに私は見えますけれども、ポーランドとの国境沿いでウクライナが入国拒否をしたとね、最初のニュースで伝えられておりましたけれども、ウクライナ側もこれピンときたのではないんでしょうかね。拒否は私は正しかったと、今になってね、このニュースを見ればもう当然わかるわけです。こういう感情のままに動く無計画な人をウクライナにもし仮に入れてしまいますと、軍人ならね、それこそそれなりの能力があるでしょうから、味方になっているときはそれでも良いんですけれども、仮に気が変わって敵側に寝返ったなんてことになったら、これまた偉いことであります。自国の任務も放り出して感情のままにこれ出てきてしまった人ですからね。これでは義勇兵どころか、ただでさえ大変な状況のウクライナで、人の手を煩わせただけ、こういうことになってしまっております。日本にも強制連行だとか何とか理由をつけて、未だにね、自分の国に帰れない人がたくさんいるみたいでありますけれども、本当にこういうのは前例ができると、次から次へと歯止めが効かなくなります。本当に何しに行っているのかということですよね。このニュースにはさすがに同胞からもネット上でコメントが寄せられておりました。上官の命令もなしに何を考えているということですよね。本当にこれただ単に脱走しただけ、しかも無断で出国してしまったということですからね。それから海兵隊は基本から叩き込まないとダメということでね。何やら海兵隊は評判が悪いんでしょうかね。どうなんでしょうか。まああちらではですね、陸上の方がなんか優秀だと評価されているようでもありますけれどもね。それからこれは脱走兵です。はい、私も先ほどから何度も思っておりましたけれども、同じですよね。こういうことですよね。それから正義感あふれる真の兵士、しかし軍脱は軍脱、無事に帰ってきてくださいというね、このようにカバーしている人もおりますけれども、それからおかしいのではないか、一体自分は何歳だと思っているということでね。だって国境沿いでダメだって言われてるのに、だだこねて座り込んでしまっているわけですからね、帰らないと、当局者のね、自国の当局者の話も聞かないと、会わないと、電話だけはしたと、こういうことですからね。それから3月27日には今度はこんなニュースまで飛び出してまいりました。義勇兵としてウクライナに渡ったはいいものの、やっぱり韓国に帰りたいと言って愛想する、こんなニュースも出てきました。義勇兵として参加したと思われる人物でありますけれども、25日ネットのコミュニティにこんな投稿をしたということです。現在ウクライナにいる韓国人に帰国命令を出すように政府関係者や外交部に伝えてほしい。ロシアの攻撃を実感し帰国したいと考えている。帰国者への赦免か処罰の軽減を訴えるというね、こういうことを言っておりますけれども、情けないと言ったら怒られるでしょうかね。でも私はなんかそんな印象を持ってしまうんですけれども、これらの投稿はその後ね、すぐに削除されたということであります。まあこれにもいろんなね、声が同胞から寄せられていたようでありますけれども、帰国命令、行けと命令でもされたのかということでね。はい、それから、政府があれだけ行くなと言ったのに勝手に行ってやっぱり怖いから帰りたいとメソメソするなんてふざけるなと、このようにね、怒っております。それから帰りたいなら帰ってきねえよ、勝手に行ったのに政府に呼ばれて帰国したように見せたいわけということでね、これはね、本当にそうかもしれませんよね。まあ行ってね、帰ってくるときにはそれ相応の処罰をされるということになるでしょうけれども、いやいや私は結局呼ばれて帰ってきましたというところでね、その本が欲しいということかもしれません。それからですね、みっともないな、男らしく最後まで戦ってきたらということでね、まあ結局こうなっちゃいますよね。これどの国であってもまあこんなようなコメントになるのではないかと思いますが、そして3月28日であります。ついに、ついに
愛想も虚しくといったところでしょうか。こんなね報道もなされました。ウクライナ義勇兵部隊の報道官韓国人の一部を最前線に配置、こんなニュースまで報じられることになってしまいました。本当にね、まあ、先ほどの愛想、そういうことをする人たちにとってはそれこそガーンですよね。ウクライナ軍の外国人義勇兵部隊国士防衛軍国際旅団のデミアン・マグロ報道官が韓国人の一部が前線に配置されたと明らかにしたと韓国通信社連合ニュースが28日報じたということで、旅団員のそれぞれの位置は作戦の保安と隊員の安全上確認することができない。義勇兵のうち戦車が発生すれば公式的な外交連絡網を通じてその事実を通知し遺体を引き渡すことになるというね、まあこれが現実なんですよね。本当にねこういうことになってしまうと思います。気の毒といえば気の毒でありますけれども、本人たちもですねまさか最前線までね持っていかれるとは思っていなかったのかもしれません。先ほどのようにですね帰りたいと韓国政府に泣きつく人まで出てきたわけでありますからね。だからもう単なる武勇伝のつもりでは済まない、これは本当に遊びではないということなんであります。まあこれはあくまで一つの国から向こうにね義勇兵として渡った人たちの一連のニュースをね今こうしてご紹介しながら見てまいりましたけれども、まあこれが本当に何度も言います通り現実だということであります。さてちょっと前にですねタイではネット上にこんな投稿もありました。最後にその一部を皆様にご紹介したいと思います。まずはねこんな投稿であります。在ロシア大使館は在ウクライナ大使館が国際ボランティアや義勇兵を募集していることについて警告します。ロシア国防省は外国人義勇兵が捕虜となった場合国際法上の扱いを受ける要件を満たすことはないので参加しないよう警告。ロシアにおいても現在ロシア軍は外国人兵の参加を認めておらず、その支援の気持ちには感謝すると述べていますというねこういう話であります。まあ確かにタイからもウクライナに義勇兵は向かっているはずであります。はずというのはですね先ほどのニュースにもありました通りウクライナ政府は外国人義勇兵の詳細や配属については原則公表していない、こういう状況であります。ですからあくまで外側からの情報でありますけれども、日本人にしてもタイ人にしてもおそらく間違いなくねウクライナに義勇兵として渡った人はいるということだと思います。さてねこれに対してタイ人のコメントでありますけれども、そういう人はタイにもたくさんいますがやったところで助かりませんということでありますけれどもね。はい、それからあなたはあなた、彼らと立場は違います。ウクライナ市民は女性も戦っています。あなたのような白目ではありませんということでね、最初の人に対してこのような返信をしておりますけれども、白目というのはですねここにも書きましたけれども臆病というねタイ人の言い回しであります。はい、それから誰でも参加はできますが参加しろとは言いません。どちらの側に協力していようとも戦況次第でいつ捕虜に取られるかもしれません。たとえ無事だったとしても捕虜の定義を逸脱した扱いを受けても権利は主張できませんということでありますよね。まあこれは確かにね、まあ当事者国のね国民として戦争にね参加しているわけではない状況ですからね、まあ本当に捕虜に取られ、まあただ捕虜に取られた場合にもし仮にですけれども、ロシアに捕虜に取られた場合にですね本当にちゃんと国際法にのっとった扱いを受けるかどうか、そもそもの話というものもあるとは思いますけれどもね。はい、それからタイには憲法の下で行動の自由は認められています。ロシア大使館がタイ人義勇兵に遺憾ならロシアはロシアの考えで戦ってください。戦況がどういう決着になろうとも他国を侵略したロシアが負けなのですということであります。まあ国際上はねもう本当に非難の的、こういうことになっておりますからね。はい、それから傭兵は彼らの職業なので禁止すべきではありません。しかしロシアが勝てば彼らの運命も
終わり、傭兵は命がけで戦わなければなりません。負けたらそこで終わりますということでありますよね。これも本当にそういうことでありますけれどもね。まあですから職業としてまあやる人も中にはいるとは思うんですけども、それもどうかと思いますよね。まあただかといってね、正義感だけで行くのがいいのかどうか、まあ最後にちょっとね私も言及したいところではありますけれども、それからロシア大使館は大臣にウクライナへの義勇兵をやめろというのではなく、自分たちの侵略行為こそやめろと言いたいというね、こういうことであります。まあこれはね、日本でもこういう意見はね、正論だとして捉えられるのではないでしょうかね。例えば本当にウクライナに対してね、もう戦争ね負けたと認めろと、こんなことまで言う人もいますけれどもね、それこそそれだったらロシアに対して戦争をやめろと言えばいいだけですからね。私はそのように思いますけれども、それからあそこまで病んだ指導者だとロシア人も気の毒というね、こういう意見。それから大臣の中にはミャンマー軍に軍事介入しないことを持ち出してウクライナ支援を否定する人もいますが、ロシアが行っていることは他国の侵略であり、すでに国際法も逸脱しています。それを肯定するなら世界中どの国も占領することができるようになります。気分が悪い、よくよく考えるべきですというね、こういう意見でありますけれども、これに返信があります。ではアメリカが他国を侵略した時にそのような怒りを表しましたかということでありますけどね。これに対してまた先ほどの人が、返信、ウクライナ、ロシアについて話しているのになぜアメリカの話を持ち出すのですか。何が正しく何が間違っているのか、まずはそこから答えてくださいと、このようにね、まあ言い合っておりますけれども、それからですね、もしもミャンマーがタイへ侵攻してきたら降伏するしかないのかというね、こういう意見もあります。これに返信でありますけれども、戦えます、しかし相手が中国だと仮定したら誰もタイを助けてくれないでしょうから、その時タイはどうやって独立を守るかですということであります。本当にこれはね、タイのみならずどこの国、日本にしたって、もしね他国が攻めてきた時にどう守るかというね、大きな課題。今回はですね、この今回のロシアによるウクライナ侵攻については世界中がガラッとね認識を改めた、あるいはね考えるきっかけになった、こういうことだと思います。それからロシアは義勇兵に参加するなとは言っておりませんね、行けば悲惨な末路だと脅しているだけですということでね、もし捕虜に捕らえられたらもうその時は知らないよと、こういうことをね言っているわけですよね。それからロシアはロシアのために戦う義勇兵を歓迎しますということでね、これはロシア人がここにね、タイ語で書き込んできております。これに返信、ロシアと戦えということでね、まあ、こんな話はみんな聞いちゃダメだからねとタイ人は言っております。それからもう一人、最後の人のコメントですね。今タイにはロシアと戦う、あるいはウクライナと戦うという人がいます。誰もが皆異なる意見を持っているのは分かりますが、そこでなぜ飛行機代を支払って渡航するのでしょう。それよりも自分の国タイのために命を懸けるべきではないですかというね、こういう最後の人のコメントでありました。はい、ということで今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。日本のネット上でもあるような議論がね、こちらタイでも展開されている、そのように私は感じましたけれども、どうでしょうか。私個人はロシアへ支援に行くなんていうのはね、論外だとは思いますけれども、しかしながらウクライナへ義勇兵として向かう、そんな人たちですよね。本当のところどちらが正しいのか、個人の考え方次第だといえばそれが全てかもしれませんけれども、難しいですよね、本当にね。ただ今回の前半でご紹介したニュースのように、現地に行っては見たものの、なんだか怖くなって帰りたいとね、そんなことを言い出す、そんなお国の人もね、中にはいるようでした。行くからにはここはですね、最低限そこは肝に銘じて行かないとダメですよね。そんなことはそれこそ素人でもあらかじめ分かる話だと思います。まさか日本人に、あるいはタイ人にそんなねおじけづいて泣き言を言う、そんな人はいないと信じたいと思うわけでありますけれども、
日本でもタイでも現地での行為次第では法律違反として処罰の対象となる。これだけは確かなので、ここだけはね、肝に銘じるというか押さえておかなければいけないところだとは思いますよね。まあいずれにしましても、ネット上の議論をね、いろいろ見ておりまして、私が唯一申し上げられるとすればですね、ウクライナとロシアどちらをどう肯定して支援支持をしようとも、自国の国民の安全と国家の利益に基づいてそれをね考えているかどうか、これだけだと思います。それが根底になくて、ただ単に過去の歴史や事例を引っ張り出してきてですね、一方の肩を持つ、そんな発言をするのであるならば、何らかの大義を持った売国奴と言われてしまうかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。